津田す介殺された男1いっちゃんしばらく銀座へも出てこなかったじゃないか今交代したばかりのイーグルスのベンチに降りていった東武タイムズの乾記者が伊藤一郎選手の肩をたたいた ははは、<laughs> 精進していてね。日焼けはしているが、その美しい顔はむしろ映画のスタジオの方がふさわしい。バカに神妙なんだね。カーンと心よい音がして白線が尾を引いた。相手のアトラスのシートノックが始まっている。彼女との一件で腐ったるという噂だぜ。デマですよ。 あんたまでそんなことを。長谷川さんもあれは誤診だったと言ってるそうな。ははは。グランドスズメはうるさいよ。ことに記者さんはね。はっははは。乾はちょっと帽子を網田にかぶり直すとベンチを上がった。空はよく晴れている。七月の空。 微風にスコアボード状の旗が静かに揺れる広告を吊るした巨大なアドバルーンが一つ風に流されてちょうど球場の真上の空にゆらゆらと浮かんでいるおやとネット裏の記者席に上りかけて乾は言った雑誌を置いて席を取っておいたベンチに若い女の髪をアップにした後ろ姿があった なーんだ。マタンの君か。犬は割り込んで膝を入れる。多分あなたの席と思って無断尺よ。白のステッチのブラウス、グリーンのギャザースカートを寄せて女は犬の席を作った。しばらく見なかった。やっぱり生きていたんだね。うん、ちょっとね。 あんなことで嫌だったの。皆さんに会うの。二十三子であろう。美しい桜色の形のいい耳から下がっている青磁色の耳飾り。左の方にぽっかりとエクボができる。彼氏はちょっとスランプでいるよ。乾は伊藤の背番号を目で追いながら囁いた。存じません。朝 というのだが友人たちはそれをもじってフランス語でマダンと愛称している連名審判部の長谷川晃審判員の妹である今シーズンの始まる前からイーグルスのクリーンアップトリオで4番を打っている伊藤一郎選手と婚約の噂があったのだがいつの間にか立ち消えになっていた他の女性とのトラブルから 兄、長谷川審判がひどく反対したということであった。グラウンドは両軍のトレーニングが済んで、ラインアップが発表され始めた。両軍とも当主はエースを起用している。当然であるが、第17節に入って同率の両軍には負けられぬ一戦であった。審判は主審上野山、累審三塁牧野、 ・おぉネット裏を通りかかった長谷川審判は乾を見ると寄ってきて声をかけたが朝子を見て・なんだお前も来ていたのか兄さんの出たあとすぐ出たのよずるいやつだな 長谷川は笑いながらダイヤモンドに入っていったアトラスは昨日勝率を高めてきた西武を4対1と軽く破って今日はレギュラーの布陣である約束によって一塁チームのアトラスは白のユニフォームで守備につき三塁に回ったイーグルスはネズミ色のユニフォームで第一打者をボックスに立てた 1>, 1回2回3回と互いに走者を出したが得点にならずそのうち3塁の牧野審判の判定に物言いがつき試合はますますエキサイトした4回にイーグルスは西後2塁に走者を置き伊藤の三塁打で1点を先取し続いて強引な伊藤のホームスチールが成功してさらに1点を加えアヘッドするかと思われたがアトラスは5回に 吉川の三塁打に始まり四単打。続く五番の山本の二塁打で一挙に三点を挙げて、試合はアトラスの有利となる。六回、両軍ともに無得点。さあ皆さん、ゆっくり体を伸ばして。七回の美しいアナウンサーの声に、初めて三万の観衆は緊張が解けて、ほっと息づいた。 少し空模様が怪しくなってきましたね。さっきまで雲一つなかったのだが、東の空に雲の峰がムクムクと湧き起こって、その後方には雨を含んだ鉛色の雲が不気味な姿を見せ始めた。7回、8回とも両軍得点なし。雨はまだ落ちてこないが、空はますます暗くなった。 時々小さな突風がグラウンドの砂を巻き上げた。反対側のスタンドで吸うタバコの火が点滅する。アトラス1点リードのまま、試合は最終回に入った。イーグルスの打順は9番から始まり、あっけなく西となり、2番がテキサス、3番フォアボールで、走者は1塁2塁。4番を打つ伊藤が左バッターボックスに入った。 伊藤伊藤どこかの中学生の一団であろう、エールを送っている。空はますます暗い。第一級は無造作に投げ込まれた近いボール。第二級は低めのカーブ。これを伊藤は見逃してストライク。ついで、ボール一つ、ストライク一つ。伊藤 どうしたその途端。おおと完成が起こって、二類三類のダブルスチールが成功した。とうとう大粒の雨が落ちてきた。と見る間に、配膳と白い雨足がグラウンドを叩く。試合は一時中止され、ダイヤモンドには人一人いなくなった。 雨に煙って向こう側が見えない。30分くらい経ったろうか。雲はまだ低かったが、雨は止んだ。試合は続行され、審判員たちがスタンド下の暗い通路を通ってグラウンドに出てきた。牧野と上野山出身は何か熱心に話しながらステップを上がってきた。長谷川はちょっと遅れてグラウンドに入った。 空はまだ暗いが、東の方から雲が切れ始めた。伊藤がボックスに入る。カウントは2、2。西、走者2、3、3。伊藤打つか、投手上泉三振に打ち取るか。三万の監修は、この一投一打に固ずをのむ。震源の中のような静寂が、 人々を息苦しく締め付ける近くのガードを電車が通ったカメラマンは一斉に望遠レンズをホームに向けている乾は雨がっぱを下に敷くと腰を下ろした雨と一緒にスタンドの下に駆け込んだ麻子は帰ってこない投球高めに入ってきたスローボール一振り カーンと冴えた音がして三塁強襲の頃、人々は総立ちになった。打球は三塁手がグローブでちょっと弾いた。伊藤は猛烈に一塁にラッシュしたように見えた。玉は矢のように一塁に行く。長谷川球審は二塁から一塁にかけて行く。だが、その一塁間近くに来たとき、 長谷川はふらふらと倒れてしまった人々はそこに異様な空気を感じた小野一塁手と大崎コーチャーと伊藤一郎とが三つどもえになって長谷川審判の周囲に走った金網を越して気の早い一人のカメラマンがグラウンドに飛び降りた病気か誰かの口からささやかれそれが電波のように広がっていった 記者はびっくりしてグラウンドに飛び降りるとかけたおどうしたんですと乾は人々をかき分けた驚いた上山主審はタイムを宣言するとすぐ一塁寄りに走った上山主審が死体を指さした長谷川審判は右肩をやや下にしつんのめったような形で倒れていた 帽子がずり下がって顔の半ばを隠している。白いシャツの胸を血がいっぱいに染めていた。そして不思議なことにその死体は、一本の血のりのついた諸刃の担当を握っている。他殺だいつ駆けつけたか、私服の警官らしい男が言った。他殺馬鹿にしたら。 凶器は本人が握っているよ。いや、これは凶器ではありません。じゃあ、今一本あるったの犬医はびっくりして聞いた。そこへ二三人の警官が来て、周囲の人の身体検査をやると言い出した。馬鹿にしている。と、犬医は憤慨して言った。凶器は見つかったかい 出るもんか。だが警官はあの中に犯人がいて、一番先に死体に近づいた奴が今一本の凶器に使った担当。多分そんなものだろうというのだが、隠したろうという意見だ。二。監修を晒してしまったガランとした巨大なスタンドは、 妙に白っぽく光っていた夕焼けが明るくメインスタンドの屋根を染めているグラウンドの中を七八人の人たちが行ったり来たりしているのが見える実地の検証であろうちょうどその頃一つの部屋から一人の男がひょろひょろと薄暗い通路によろめき出てきた濃紺の服に蝶型のネクタイをして 帽子はなくひどく乱れた後頭部の髪の毛は血で固まっている男は何か思い出そうとするかのようにキョロキョロと辺りを見まわし頭を振るとふらふらと倒れかかった「ああとちょうど通りかかったバットボーイの一人が恐怖に顔をゆがめて真っ青になりながらつんのめるように飛んでいった ボーイは審判室のドアを開けるなりとなった。は,は、は長谷川さんが、長谷川さんの幽霊がい、いたんです。あ、あそこの通路に。バカなことを言うな。と一人が叱った。と、そこにドアが音もなく開いて、真っ青になったさっきの男が、ふらふらっと入ってきた。 お長谷川君人々はぞっとして振り返った。青ざめて正気のない長谷川審判が立っている。人々の背を冷たいものが流れた。ここに殺された長谷川審判がいる。では、さっき解剖のため死体運搬車に運ばれていった死体は誰なのだ長谷川君 長谷川はふらふらと椅子に腰を下ろした。じゃあ、あの死体はどうしたんだ一人が電話に飛びついて死体を運んでいった大学病院を呼び出した。何か二言三と言っていたが、電話を置くと不思議な顔をしていった。死体は、ちゃんとあるというのだよ。じゃあ、いつその死体と長谷川君が変わったんだ 生きているうちさ。と、誰かが冗談ともなく言った。生きているうちですってバカなダイヤモンドに入る前、僕たち三人が並んでここを出たんですよグラウンドに入ってから一歩だって外に出ていないゲーム中はどうにもならないグラウンドから、長谷川くんとあの死体の男と、どうして入れ替われるんだい マキの審判は怒鳴るように叫んだこんな不思議なことがまたとあるだろうか絶対にゲーム関係者以外入れないプレイ中のダイヤモンドの密室のような中で関係者以外のものが視察されたなんて3だがその報道のうち ええ何のためにあの男は長谷川審判の替え玉になったのであろう長谷川審判は雨が止むと3人並んで控室を出た廊下が狭いので上野山牧野と並び長谷川はちょっと遅れ立ち止まって煙草の火を消している時に後ろから襲撃され気の付いた時は空箱など山のように積んである空き部屋の隅に転がされていた というのである B その男は誰なのだろう両チーム連名の人たちの中にその男を知っている者はいなかった服装は連名のものであったが審判部では誰もユニフォームをなくしたものはない C 犯人はどんな方法で凶器を使ったのだろう そして、その狂気は誰が隠したのであろう。ただわずかに一番初めに駆けつけた大崎コーチャーが、そういえば私の言った時、長谷川さんの胸に細い絵の担当が刺さっていたようだった、と思い出したくらいで、次に走って行った小野一類種伊藤一郎はそれを見なかったと証言している。 被害者の持っていた担当は何のためであろうもちろん凶器はそれでないことは分かっているではその担当の目的は何であったろういい。犯人はなぜあの人目の多いグラウンドを強行の場に選んだのであろうプレイ中のグラウンドとは殺人現場としてあまりに奇抜すぎる ただ単なる犯人の共栄心としてはあまりに大胆である F「犯人は誰だろう?」そして「動機は何であろう?」という多くの疑問はどの新聞も解いてはいなかっただが次の日の東武タイムスは「後楽園の殺人は5冊」「イーグルスのスラッガー伊藤一郎選手の強行」 恋愛の恨みか。しかし、被害者の身元依然不明。とスクープして人々を驚かした。僕のスクープとしてくれるのはありがたいですかね。僕はあの狂気の担当を見つけただけであって、伊藤を犯人とは言っていないですよ。編集次長のデスクの前に立って、犬は頬を膨らましていた。はは <laughs> 怒るな、怒るな。君と伊藤との友情は認めるよ。だがね、あの担当には伊藤の指紋があった。それで万事解決さ。その指紋はどんな方向に向かってついていました歯から逆に向いていましたよ。あんな風に握っては人をさせません。あれは強皇の後に付けられた指紋です。おえ偉いことを言うね。 頭のある犯人はね、凶器を隠すときは指紋を拭き取るもんだ。犯人はあれを胸から抜き取って指紋を帽子で拭く。あるいは担当に帽子をかぶせて抜いたか伊藤の帽子には血がついていたよ。彼はあそこを掴んで担当を土に刺し、ぐいっと足で土の中に押し込み、 スパイクで後を鳴らしておく。ねえ担当は伊藤の腰掛けていた一塁ベースの下に入っていた。そうだったね。じゃあ、あの男の倒れる前離れていた伊藤はどんな方法で刺したんですまず伊藤は南から帰ってきた元将校だよ。外人がよくやる手裏剣ね。 彼はあれをよくやっていたそうだハはハハハ投げることには専門の投手上がりと来てらねそうそう君に見せるものがあるんだだって担当は上着の上から刺さっていたのではありませんよ投げたんじゃああうまく上着の下に潜れませんよ野口次長はそれに返事をせず乾をニュースフィルムの試写室に連れ込んだ 写真が映ると野口は言った。ほら、一類走者が出てきた。伊藤だよ。ちょっとスピードを落としたね。斜めに長谷川累心が走ってくる。だが残念なことにカメラが動いて、コーチャーの背中が入ってしまった。なんで伊藤はあんなところでスピードを落としたんだいおい。 だがあの男は、その時殺されたのではなく、外で傷を受けてきて、あそこで死んだとも解釈されますよ。乾が抗議した。あんな傷を負ってかい何の必要あってそんな傷をしてまで入ってきたんだい長谷川氏の死体発見を遅らせる。次に、その間に死体の隠滅を図らせる。 試合中審判員がいなくなっては大騒ぎになりますからね。おお止まった。長谷川氏の殺害を目的としたのなら、なぜあんな不完全な襲撃方法を取った一月にやるのが当然だ。なぜって、長谷川氏を襲撃したと君が言うある男の手には、ちゃんと担当が握られていたんだぜ。それに、 〈あれほどの傷を負っては大男の長谷川氏をあの空き部屋に引っ張り込めやしないよ〉〈あの事件のあった1週間後乾運動部記者はやっと後楽園のスタンドで麻子と一人の女のような顔をした小柄の青年を見つけ出した〉 伊藤さんの弟さんなのよ。犬はまじまじとその男の顔を見ながら口の中で言った。伊藤さんの弟さんあなたのあの事件の探索ぶりをお聞きしたいんですって。おぉ<う>。と犬はしばらく憂鬱そうに考え込んでいたが、静かに話し出した。まず不思議は、 あの奇想天外の審判員の替え玉ですはじめ僕は本当に長谷川さんが殺されたと思ったのですところが長谷川さんは生きていたで僕はその替え玉事件から探していきましたそして探し当てたのですあの殺された男には復讐のための殺人の目的があったことですと乾は 伊藤の弟の顔を見ながらそれはあなたの兄さんにですあの死んだ男も同じ南にいた伊藤君の旧部下ですよ名前は黒川雅俊というのですが随分向こうでは悪辣なことをした男ですそんなことで伊藤君からひどい目に遭わされ同僚から半死半疑の目にされたことも再三でなかった 彼はそれで伊藤君を逆恨みに恨んで伊藤君を狙い始めたのです伊藤君が好きな銀座にも出ず単独行動を取らなくなったのもそのためですよ選手たちと一緒にいれば下手な護衛をつけているより安心ですからねだが黒川に殺意があろうとまでは気がつかなかった伊藤君には隙がなかっただが 一人でいる時のことに黒川は気がついた。グラウンドでランナーになった時ですよ。あの入れないプレイ中のダイヤモンドに彼が審判のユニフォームで入ったわけはそれでわかりますね。その服装でいれば殺人の瞬間さえ見られなければ何とか逃げる方法はあります。審判員の服装というものはみんな型通りで監修も 選手さえも見慣れているので、ここが犯人の狙った盲点なんです。彼も伊藤君などと軍隊で手裏剣をやっていた。じゃあ、どうしてその黒川が逆に殺されたの犯人が黒川の目的を知ったからです。犯人って伊藤さん条件は全て伊藤君を指していた。 動機もあり、ちょうど機械もありましたからね。それに、狂器に指紋があったり、帽子に被害者の血がついていたり、ランニング中でスピードを落としたり。だが第一番に、野球選手はどこにあんな危険な担当を隠してグラウンドに立てるだろう。帽子の中。と朝子が告げた。なるほど。だが、 あの3万人の目をくらましてどうしてそれが投げられます監修の注意はボールを追っているものです彼氏はそれを計算に入れて三塁線上のゴロを打ちその盲点を利用して担当を投げたのですなるほどだが伊藤君は投げはしなかったでは担当の指紋はベルチョン以来の鉄則をあなたはおとぎ話化する あれは正真正銘の伊藤君の指紋です。なら彼氏は凶器に触れている。まさに触れています。だが触れたからってその凶器を使用したものと断定することは危険です。奇弁だわでは彼はいつ、何のために凶器に手をかけたのびっくりして、凶器を隠すためでした。 あの人の中であなたがさっき言いましたね。注意の盲点ということを。ちょっと人々の注意を他に向けておいて、帽子の中に隠したのですよ。乾はグラウンドに目をやったが、また続けた。伊藤君を狙っていた黒川は、長谷川さんがあのっきりで審判部から出て関西に行くというその機会を上手に使ったのです。 長谷川さんと伊藤君の間には麻子君を中心にしてトラブルがあるもし伊藤君が事を起こすならこの日しかもう機会はないまた長谷川さんにもそれが言えると誰もが考える心理的な盲点を彼は狙ったのですで黒川は毎日のようにグラウンドに来ていたそれを見た伊藤君は苦しくなって それをある人に相談したのですその人を仮に A 君とでも言っておきましょうか A 君はそれを聞いて逆に黒川をつけ始めたところが黒川の行動はいかにも機械です伊藤君を愛している A 君は黒川が審判員のユニフォームをあつらえたのを見てもう引き延ばしすることができなくなり 黒川殺害を決心したのです黒川にはあの雨と暗さが幸いしました廊下で長谷川さんを襲撃してまんまとその替え玉になりようせたそれを発見した A 君もすぐその後についてスタンドに入ったがもちろんグラウンドに人はいないしバッターボックスに立った伊藤君に知らせる暇はありません伊藤君はそれを知った。 が遅かった彼が一塁に走ってちょっとスピードを落としたのは二塁から走ってくる審判の服装をした黒川の顔と手の手裏剣を見たからですそれを社のニュース映画で教えられた僕はまだ何か材料がありやしないかと各社を回ってあの時の写真を見て歩きましたもちろん狂気や黒川の顔のはっきり写ったものはありませんでしたが 僕の注意を引いた一枚がありました。それは、黒川の胸が風で広く開いていたことです。死体はきちんと上着をつけていたのに、担当はその上着の中に刺さっていました。そのことからして僕は、その担当の刺さった時間と、その飛んできた位置を知ったのです。あの時黒川は、二塁から一塁に向かって走っていました。 担当の飛んできた方向をずっと直線を聞いてごらんなさい一類二類を結ぶ線をそのまま延長すると今日も六七台のカメラの方列を敷いている写真班の一類よりスタンドに来るではないかあのカメラの一つからあの凶器が圧っ空気の力で飛び出したのです 犯人はニュースカメラマンになってあそこに入り込んでいたのですグラフレックスの中にそれを装置し40センチの望遠レンズをつけ伺かがっていました犯人 A 君は強行後いち早く証拠の担当を抜くためにグラウンドに飛び出したが担当はその時はもう伊藤君の手で抜かれていました写真の一枚にその A 君の 北海ニュースと腕章をつけた後ろ姿だけ映ったのがありましたもちろん日本には北海ニュースなんて社はありませんあの凶器が刺さったのが偶然風で黒川の胸が開いた時だったので黒川の刺された時のそのカメラの位置が僕に測定できたのですじゃあその A って人は伊藤の弟はぽっつり聞いた イはその顔をちらと見たが、何も言わず今度は朝子の視点にあって、悲しそうに目をそらした。では、イさんはどうしてその人を捕らえないの嫌疑を受けている伊藤さんがかわいそうよ。僕は警察官じゃありませんよ。イは不機嫌そうに言ったが。いや、黒川を殺した犯人はね、 伊藤くんの無罪がやがて証明されることを十分知っていますよ。そしてその人は、自分自らを処理することのできる人ですよ。僕もそう、その人に望みます。こう言った犬は、ゆっくりしたモーションで立ち上がると、のろのろとスタンドを降りた。それに朝子が並び、伊藤の弟が続いた。伊藤くんが、 なぜそんな危険を犯してまで担当を抜いたがって乾はゆっくりステップを下りながら、一人ごとのように呟いた。伊藤くんは、黒川を狙撃した犯人は、可愛い,い自分の弟だと知っていたからだ。兄思いの弟と、弟思いの兄。